よう、たまには一緒に飯行こうぜ。ええじゃねえってこうだ。早く行くよ。今日マッツー朝からむしゃくしゃしてんだから。私はいいよここで。は？何逆らってんの。じゃあこれは没収ね。ほら早く行こうぜエロ女。それともやっぱ食欲より性欲か。本能むき出しで生きてんのな。ほら待てよ。なんでそんな鈍いの。一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、いちいち呪い。ああ気分悪いな。飯がまずくなるよ。おい誰だ今の。俺じゃないって。気分悪いって俺たちのことか。そんなの当たり前じゃん。他に誰がいいんだよ。ああ俺もそう思ってた。だよな。なんだ毎日毎日女の子一人にご苦労さん。あれでいい気になってんだからめでてえよな。何みんなちょっとこいつ高田だよ。エロ女に味方すんの。高田さん大丈夫。そんな奴ら無視しなよ。バカっぽい悪口だよな。エロ女だってさ。いや成人派はご潔癖ですな。なんだのねえ。ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はぁ、あ、何見てんだ。なんか言いてえことでもあんのかよ。あるに決まってんじゃん。まだ気づいてねえの。確かにさ、お前らいい加減にしろよっていうか。そうだよそれそれ。ほんと何様だ。なあもう高田に構うなよお前ら。そうだ高田さんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ。早く出てけよ。おーおー確かに言ってた。出てけ出てけ。よし行け行け。なんだよお前ら急に。おい松っこれって。もう行こう。くそ。すごい、あの子たちがこんなにまとまるなんて。みんな分かっちゃいるんですよ。自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。大人だってそういうことあるでしょ。八神さんはこれを狙ってたわけですか。集団心理に傍観者効果って言葉があるそうです。ある事件に出くわした時、自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ。他の人がやらないなら緊急性はない。他の人がやらないなら自分だけやる必要はない。このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果誰もが動かないただの傍観者になる。でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば、俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。ほらペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど、最初の1羽が行くとドッと続くでしょ。ファーストペンギンですね。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン、それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりませんけど、その取っかかりにはなるのかも。つらもういないから大丈夫だよ。
ひとまず様子見にしませんか、沢先生。今は下手に大人から手を出さない方が。たまたまにしてはうまくいったみたいですけど、また何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。そうですね、それはもちろんです。失礼します。おい、せっかくうまいことやったんだ、先生の顔も立ててやれよ。あのね、向こうは探偵ごときが教育に口を挟むなって言ってきたんだよ。いや、これはとんだ失礼よ。しかしお見事でした、八神さん。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。いや、まあそんな。やったね、八神さん。やはり僕の目に狂いはなかった。さすがですぞ。ん？すいません、ちょっと。はい、八神です。白崎です。八神さん、今少し大丈夫ですか？ああ、いいけど。至急でお願いしたい仕事があります。うちで抱えていた裁判の件で。ああ、沙織さん。それなんだけど、至急ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ。横浜に来ててさ。え、そうだったんですか。杉浦たちがこっちで探偵始めたんで、その手伝い。まだ現場なんだ。星稜高校ってとこ。あれ、沙織さん聞こえる？星稜高校というのは偉人町に近いあの。ん？そんなに有名？2ヶ月前にそちらで教育実習中の大学生が失踪しています。ある日突然。ああ、そういえばそんな話聞いたかも。彼は星稜校の卒業生で、つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待ってよ、なんで沙織さんがそんなことを。実習生の名前は三越柴弘。先日他殺体となって発見されました、偉人町のハイビルで。え？腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど？何の話してんだ。ですが、その死体が御子柴であると事前に言い当てた人物がいたんです。私が弁護してた江原という痴漢で、現役の警察官です。2ヶ月前、御子柴が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。じゃあそいつが殺しもしてたってこと？いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。そしてそのまま痴漢で逮捕され、今も拘留されてますから。つまり殺しについてはアリバイがあると？ええ、しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で御子柴の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ、でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです、江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は。4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。やはり星稜高校の生徒でした。それを江原は息子の同級生だった三越柴のいじめのせいだと考えています。息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか。その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは御子柴殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを御子柴殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ確実なアリバイを用意するためじゃないの。でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。
そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を二つで一つの事件として見直したいんです。分かった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今清涼高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば失踪直前の御子柴の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解、引き受けた。仕事が途切れずにあるって最高だね。